岡本浩二里、18歳で芸能界デビューし、1980年代から女優、タレントとして活躍していた岡本かおりが、岡本浩二里、岡本かおりに改名、事務所を IS フィールドに移籍し、女優として新たなステージに挑戦することが発表された。倉科カナの妹、立花の望みが、立花の望みに改めなし事務所移籍、さらなる飛躍誓う。岡本は1981年、18歳で芸能界デビュー。82年、森田芳光監督、足本作品、本噂のストリッパーにて映画デビュー。その後、森田監督、脚本作品、家族ゲーム、83年、岩下志麻、坂上忍共演の魔の国、85年、古畑康雄監督などに出演するほか、テレビバラエティ、夕焼けにゃんにゃんなど、映画、テレビで活躍してきた。また、22歳の時にレーシングドライバーとしてデビュー。100レースの上に出場し、パリ・ダカルラリーでは、日本人女性ドライバーとして初完走する。その後、単身アメリカへヨガ留学し、41歳で米公認のヨガインストラクターライセンスを取得。翌年、日本へ帰国し、ヨガスクールを開講するなど、実業家としても手腕を振るってきた。これまで様々な分野で活動してきた岡本が今回、自身の原点である女優というフィールドに戻り、新たなスタートを切る。もろもろ岡が元ヤクザで仕事一徹のタクシードライバーを演じる舞台、タクシードライバー、11月7日から10日まで金ケロ、シアターにて、上演で主要な役、美智子を演じる。女優に再挑戦することについて、岡本は31歳で2度目の子宮頸がんを患い、その時、もし50代で生きていたなら、もう一度女優で再デビューしたいと思いながら、芸能界をお休みさせていた、泣いていました。この度、素晴らしい舞台で復帰させていただけることになり、夢が叶いました。この奇跡に感謝して、まずは、この、美智子役に命を吹き込みたいです。改めまして、応援よろしくお願いいたしますとのコメントを寄せている。